本日はお集まりいただきありがとうございます。昨日の防衛戦、何よりお客さんの声に助けていただいたと思ってます。試合中何度も諦めそうになった瞬間はありましたが、試合時間が経過するとともにお客さんの声が大きくなっていって、その声に勇気づけられて最後まで戦い抜くことができました。たくさんの応援本当にありがとうございました。今のノアの顔は俺です。時代は絶対に戻しません。必ず俺が防衛します。北宮さんはやっぱりもともと寮で長い時間一緒に過ごしてたっていうのもあって、それだけ厳しい攻めが来たので、やっぱり僕の試合っていうのはお客さんも一緒に戦ってくれてるので、その厳しい攻めの分、お客さんが最後まで諦めずに応援してくれた形が、あの素敵な空間になったのかなと思います。ノアの顔を名乗る以上、やっぱり倒さなきゃいけない選手がいて、その選手がマルフィスさんです。すごいキラキラしてて、もうスーパースター、その言葉そのものだと思います。まあ、今までもそうですけど、常に本当に全力を出し切ってタイトルマッチでさらに自分は進化していきたいなと思います。前回のシリーズで前哨戦で北宮さんに圧倒されてしまったので、そこはチャンピオンとして力不足だったなって思ったことがありまして、今回のシリーズではこうベルトを守るっていうことは当たり前なんですけど、ちょっとそこだけにこう集中が行き過ぎないように、前哨戦としてもしっかりこう戦いの中で勝負して、もうその地方の一試合一試合を本当に考え抜いて戦っていきたいなと思います。そうですね、正直なところ僕はあまりこの会社の体制の変化についてはそこは選手ですけど、やっぱり僕はリングでこう戦うのが一番だと思ってるので、会社が変わったということよりは今はやっぱりベルトを持ってリングに立って、そこでお客さんと その立場でこれからも変わらず熱い戦いをこう届けていくのが一番じゃないかなと思ってるので、今まで通り変わらずいきたいと思ってます。こんにちは、お願いします。